はい、今回もですね、サニーレタス、レッドファルダーユニーク2号と、バンチューディープパープルの3つを、紹介していこうかなと、こう、断面見ていこうかなと思っております。で、ハッシュ日は結構バラバラなので、そこだけちょっとご了承ください。ちょっと、品種別で比較するのには、ちょっと正確じゃないので、そこら辺もちょっと、思いながら見ていただきたいなと思います。で、まあ、あとは品種ごとで、まあね、この時期こうなりましたよっていうのをお届けできればなと思っております。で、バンチューディープパープルからいきますが、これも植え付けから、かなり日数が経ってまして、今日が撮影日が11月の25日なので、もう53日ぐらいかな、経ってます。もう1ヶ月弱、経つような具合のものなので、かなり、収穫日にしてはだいぶ経ったのかなと思います。まあ、ちょっと収穫の手順とか、段取りの具合で今になっておるんですけど、まあそれでも全然待てるなというような感じです。長さもね、コンテナの頭出ることなく、まあ結構ゆっくり育ってくれて、で、こう適期、収穫適期を過ぎてもまだまだこう、葉っぱの厚みが出たりとか、葉っぱの枚数増えてくれたりとかで、重さも乗って、そんなに長さが、大きくなりすぎないので、で、これがレッドファルダーとかだったら、伸びすぎて、ちょっとコンテナオーバーの規格外のものになりすぎてしまうこともあるので、まあやっぱ置いといても、全然畑に置いとく分には、いいなということで、まあ畑持ちがいい品種だとやっぱ改めて思いました。で、さすがにですね、やっぱり、ここの茎だいぶ伸びてくるなというようなことを思います。で、この個体のね、データとして、28センチですね。ギュッと絞って、切り口から上までが28センチで、581g とかなり、重く、なっております。今回この中では一番重いのかなと思います。次に重いのがこのユニーク2号で。で、今回このユニーク2号、この、収穫日、定植日のものをやって思ったのが、もう茎の伸びが出なくなりましたね。やっとこう、適期にはまったのかなというようなことを思いました。ユニーク2号の収穫のその適期は、11月の10日ぐらいからが、いいのかなというようなことを思いました。植え付けでいうとこの10月入ってからのものが、格段に品質としてはいいのかなと思っております。まあこの辺のものになってくると、まあ、これも植えてから53日ほど経っておるので、ちょっとやっぱ外葉がよく枯れてたりとかして残差が増えてしまうので、やっぱこれぐらいの段階で、10月6日ぐらいの上がやっとこう、収穫時ではあるのかなと思い、まあ、もうちょっと早くてもいいんですけどね。うん。11月の20ぐらいから収穫してもいいのかなと思います。で、まあまあ、長さもね、ある程度こう30前後で来ておりますので、ユニーク2号もバッチシかなと思います。ですが、まあイフコさんとかの6426、26センチの高さの、コンテナだとちょっとオーバーしすぎてしまうので、やっぱり、まあ11月の15の週ぐらいから取り始めるのがいいのかなと思います。この10月入って、初旬だったり上旬の、定食のものに関してはね、まあ、そこら辺はちょっと、今年の基準ですが、まあ、そのように僕は思いました。で、次、レッドファルダーですが、まあ、この、先ほどの2品種比べてみてもわかるんですが、やっぱ茎がだいぶ伸びてて、まあ、これが別に悪いことかと言われれば、そうではないんですけど、ここがやっぱ長い分、丈が長くなるので、サイズ感がもう縦にすごく伸びすぎてコンテナに収まらない時があるので、結構、早く取らないといけない。で、早く取ってしまうと、まあ、外葉が枯れてなくて若い時に取れるんで、ね、なんだろう、外葉がこう残差が残りにくかったりとかしていいことはあるんですけど、ちょっと軽すぎたりとか横のボリューム感が出なかったりとかして、そこら辺でちょっと玉数のね、規格が結構ばらけたりとかして良くないなというようなことを思ってます。で、あと待てない。パオパオ今の時期かけたいのにかけれないので、そこら辺はちょっとネックだなと思ってます。レッドファルダーこの時期やるならもっと細かく定植日ずらして植えないと、本当に、えらいことになる。パオパオもかけたいけどかけれなくて、葉先がどんどんね、霜に当たって。まあ今年ちょっと霜、やっぱ去年と比べたら、だいぶマシなのかなと思ってるので、全然この品質、葉っぱも品質もこう下がらずには持ってこれてますけど、まあ、去年とか一昨年の霜の降り方だったらもう葉先ね、ちょっと茶色くなり始めてもおかしくないのかなと思いました。なので、まあ、そこら辺を踏まえるとやっぱ時期的にはまだまだ先のもので、まあ、予想としては定食がやっぱ10月の20とか25日とかにして、収穫を12月の5日とかから始めるものの方がいいのかなと思ったりもしました。で、それまでユニーク2号でも引っ張れるんだったらいいんですけど、まあこの後にね、何種類かまた何日日付分けてユニーク2号ね、植えてあったはずなので、それでちょっとまたどこまで霜に耐えられるかっていうのを、やっぱパオパオも、この次の手ぐらいから株してるので見ていきたいなと思っております。で、レッドファルダ以外にもエラダ、レッドグラスっていうものもね、植えてるので、それもちょっと見ていこうかなというようなことです。このユニーク2号が結構この時期、一番いいものなのかなと思います。はい。日数も短く、植えてから収穫日数もやっぱ45日から50日ぐらい、まあ55日ぐらいの間で収穫できて、いいのかなと思いました。あとはその寒さどんだけ強いというのかなということで。で、レッドハルダーに関しては、一番その長さとかさっき言った話よりも、このね、茎のとこのね、この割れ。まあこれちょっと、インスタの方で、これ何なのかなって聞いたら、これサビ症っていうもので言われておるらしいんです。で、まあまあ病気ではないんですけど、まあ、こういう生理障害が起きてしまうということで、うん。これね、レッドフォルダーだけに出てます。他の品種は全く出ず、もうユニーク2号なんかめっちゃ綺麗なんですけど、ここのケツのところ。で、まあまあ、バンジューディープパープルも綺麗で、やっぱそこら辺でちょっと違いが、出始めてるなというような感じは思ってます。全部出てますね。ちょっとこういうちっちゃいのから大きいのまで。これがね、もう分けれないので、もう全部大体出てるので、もう一色単位出してますけど、品質としてはそこ結構悪く見られるんじゃないのかなと思います。うん、他の品種は全く大丈夫なんですけど、はい。まあ、サビ症ということで、出てます。で、原因としてはまだちょっとわかりません。で、これ打っても、ネットで検索しても出てきにくいものなので、で、僕もこれは作られてる方に、直接教えていただいたので分かったことであります。で、まあ、大まかなその理由とかは聞いたんですけど、ちょっともう僕の口から言うことでもないと思うので言わないでおきますが、まあまあちょっと、こういう症状、レッドファルダーで、出てる方は、ちょっとこう調べてみてもいいのかなと思います。自分で調べたらある程度は出てくるのかなと思いますし、で、まあまあ品種特有のもので、微量要素が足りてないとか、暑さだったりとか、まあ温度環境とかもそこら辺は細かくやっぱ出てくるとは思うんですけど、まあこうやって品種で大まかに分かれてるので、作り方がね、極端にこう悪いとか、っていうわけではなくて、まあ品種で、まあこういうことが出てしまっているので、そこははい、ちょっとレッドファルダー作ってて、レッドファルダーしか作ってなくて、自分の作り方が悪かったのか、温度がやっぱダメだったのかっていうことも思われるかもしれませんが、他の品種、まあ僕はね、たまたま違う品種も植わってて、同じところに同じ畝だったり、これとね、これ多分同じ畝だったと思います。はい、同じ畝ですね、これが。なんで同じ畝ですらこうやって全く症状出てるものと出てないものが、品種によってあるので、はい。まあ、品種で出ますよということで、そこはちょっと、またね、ちょっと出てやばいわと思われてる方、品種変えたりとか、まあ、作り方も多少そのレッドファルダーに寄せて、レッドファルダーがこれ、なんでこんなことが出るのかっていうことを、ちょっと原因をね、突き詰めると対策はできるのかなと思いますが、まあ、結構、深刻な問題ではあるのかなと思いますし、ややこしい、ちょっと解決が難しい症状ではあるのかなと、僕はちょっと作ってる方のその症状を教えていただいた方の話を聞くとね、思ったので、はい。まあ僕は品種を変えてやろうかなと思いました。で、最後ちょっと補足で、まあ販売先とかで品種がね、結構こう、好み分かれるのかなと思ってて、まあしばらくは分かれてなかったんですけど、まあ昨日ちょっとたまたま販売、買ってくれてる人が言われてたことちょっと言いますと、やっぱりユニーク2号だったりレッドファルダーの方が使いやすいと言われてました。でそれが何かというと、まあスーパーですね、スーパーの販売だったりとか、そういう氷に関してはやっぱりこれ持った時のもちもち感というか、この柔らかさと葉っぱの分厚さ、まあユニーク2号はね、このレッドハルトと比べたらまだちょっと薄いんですけど、この時期ね結構また厚みが出てきてね、はい、ちょっと差もあんまりなくなってきてはいるんですけど、はい、まあ、そんな感じでちょっとこの2品種に関してはやっぱこう、分厚さのこの葉っぱがすごい好みがあっていいなと言われてて、で逆にこっちの晩秋ディープパープルが全くダメなのかって言ったらそうではなくて、まあ、飲食関係とかだとこの色づきがやっぱすごくいいということで、まあ販売先だったりとか取り扱うところで品種の良し悪し、販売の良し悪しは、まあ出てくるのかなと思います。まあ無難には、でもまあこっちの方がユニーク2号とかの方がいいのかなと思います。加工だったりとかもこっちの方がもしかしたら良かったりするかもしれないので、一応ね、ユニーク2号はまあ加工品種というね、ことを言われてますので、まあこの中だったらね、こっちがいいのかなと思います。まあこういうね、このサビ症っていうのもねなかなか加工でカットして袋入れると腐る原因にもなったりとかしてくると思うので、まあ、そういうのが出ないユニーク2号が今のところは無難なのかなと思います、まあ、もちろん飲食とかだとこっちの晩秋ディープパープルの方がいいのかなと思います。で葉っぱが結構ねパリッとしてるので食べ応えはすごくいいですね、まあ、スーパーだとこう持った時に硬く感じるみたいなので、そこら辺はね、はい、まあ、考えながら販売していくのもいいのかなと、こう、ね、販売の先のことも考えて品種選びもいいのかなと思いました。はい、ということで、またね、サニーレタスの5品種比べてみましたということ、5品種でまた3品種を比べてみましたよという動画でございました。ご視聴ありがとうございました。